はい、本日はですね、日本一周北陸編ということでね、今から長野県行きたいなと思います。大阪からはですね、約6時間ぐらい、距離にして450キロということでね、その道のりを朝の8時半からスタートして、まあおよそ大体3時ぐらいにね、着くと思いますので、行きたいなと思いますが、あれ？いてるの君。あれ？あれ？あ、皆さんどうもおはようございます。ウキウキできたんですよね、北陸は。ついてきたんですよね。はい。はい。四国はね、僕一人やったんですけど、北陸、長野行って、で、次は新潟、そして、富山、福、石川、福井という順番でね、行きたいなと思いますので、はい、では行きまーす。6時間。では6時間後会いましょう、はい。長野で到着しますよ。スリープ。では無事、長野県駅前に到着しました。6時間ぐらいかかりましたけど、お疲れ様でした。お疲れ様でした。君は何をしてたのかな？ここで歌って。そうですね、もののけ姫歌った後、ウルトラソウル僕に歌わそうとして、その後寝てましたよね。はい、なんて自由な人なんでしょう。ではこの後は、ちょっとね、そば気になるそば屋さんあるんで、今もう2時、3時、2時半ぐらいか。だけど、ちょっとそば屋さんね、見てからチェックインしたいなと思います。ではそば屋さんまで行きましょう。はい、それではですね、ちょっとホテル帰ってから寝ててね、現在時刻が5時の、何分か、5時35分ということになっておりますので、そろそろ行きたいなと思います。ちょっとね、ここに寝型っていうか寝た跡があるんですけどもね、まあそんなんも多分許容してくれるのがね、僕の使用者さんでしょうということで、この肩のついた状態のまま行きたいなと思います。準備は嫁蔵さん OK ですか？はい、OK です。はい、では行きます。お肉を楽しみに走る嫁だったのだ。普通はね、なんかアルパインみたいな生地ね、似てますもんね。そう、伸びるんですけど、似ているがちょっとなんか違って。確かにマークもかっこいいな。珍しかった。あ、動画撮っても大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。かっこいいな。スタイリッシュ。なんか鍛えてはりますか、やっぱり。はい、鍛えてはります。あ、ちょっとね、そうですね、若い時。あ、やっぱり大丈夫でした。うわ、すごいぞ。いやー、すいません。いや、すごいね、こちらこそ本当にも言えないので。お疲れ様です。はい、それでは行ってきました。現在長野駅まで送っていただいたんですけどもね、楽しかったですね。いや、視聴者さんと会うのめっちゃ楽しいやろ。特に今回またいい人やったしね。いつもそうやねんけど、いやー、ほんまね、嬉しかったなと思います。美味しいご飯まで、ね、ご馳走していただいてありがとうございました。夫婦ともども喜んでおります。では次はね、次の方待っていただいてるので行きたいなと思います。お嫁さん、このままホテル帰ってください。はい、僕行きますので。はい、いらっしゃい。はい、では行ってきます。3です。3、2、へぇ、めちゃくちゃイケメンですね。これ申し訳ないなって言ってるのが、別にそのお客さんでも何でもないんですよ。いやいや、全然全然全然。だから動画見てくれてるんですよね。動画見てます。全然全然全然。本当ですか？それでそこまで報道出せるのがすげえなと思って。いや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 、だって知ってくれて、いや知らんねんけど、あってんとかって言われたらちょっとそれは困るけど、いや見てんねんって言われたら、いやもう全然それでいいんやから。本当ですか？そんなに視聴者さんに会うのがまずのメインで、で次はいろんなご飯食べれたらいいかなみたいな、あまあそんな感じなんで。はい、ということでね、長野の、お二人お会いできました。夜中今1時になっておりますがね、嫁も帰ってね、早く帰ってこいって言われたんですけども、僕も酔っ払っておりますので、ぼちぼち帰りたいなと思いますけどね。マジで思うけど、ほんまにいつもいい視聴者の人ばっかり、いろいろ話できてね、本音トークばっかりできたんですけども、あとはね、まあホテル帰って明日新潟に備えてね、準備したいなと思いますが、多分嫁はねカンカンなってると思います。多分おこの状態だと思うんですけどね。ではまた明日お会いしましょう。
はい、おはようございます、北陸旅行2日目ということで、今はね、長野なんですけども、今からは新潟の方にね、行く前に善光寺っていうお寺がね、そこにあるみたいなんで、そこに行きたいらしくて、お嫁さんがね、また行きたいなと思います。レッツゴー。あ、池があるよ。すごいな、ここ、うん、すごいです ね。一周しちゃった。現在時刻が14時58分、とうとう新潟県新潟市に着きました。ちょっと僕二日酔いでね、ダウンしそうになったんやけどもね、まあなんとか来れました。嫁も運転してくれてね、まあ助かりました。で、今何してるんかというと、その近くに、新潟って米有名じゃないですか。そこのね、おにぎり屋さんでね、おにぎり今買ってるんですよ。ちょっと待ってます。じゃん。塩。私はなんか大根のピリ辛なんちゃらみたいな。これ、喪服か二人とも。ええんかね、これで。さて、今からお寿司ですよ。お寿司、お寿司ですよ。見てる。すごく、すごく見てる。アイドル。最年少にはならないです。確かに最年少かもしれない。最年少だ、3ヶ月。かわいい。それ越しのね、声は。はい、おはようございます、旅行3日目ということでね、現在新潟市のホテルチェックアウトして、今から富山のホテルにね行こうかなと思うんですが、その前になんかラーメンでね、青島ラーメンというラーメンですね、なんか美味しいラーメンがあるので、そこに行きたいっていうのが一つと、アウトドアショップ、あれ名前何でしたっけ、忘れたね。なんかそこね、サクッと行こうかななんては思っております。アメリカンスクエア。アメリカンスクエアね、行こうかなと思ってます。ちょっと嫁蔵さんがそろそろホームシックになったみたいでね。大丈夫ですか？お家帰りたいねんな、早くね。家で寝たいねんな。あのベッドがやっぱ一番よ。いいのにな。うん、でもまだあと3日あるから。富山、石川、福井とありますので。そうですね。まだまだありますよね。言ったらまだ真ん中まで来ておりません。今日真ん中です。はい。はい、ちょっと顔腫れてるけど大丈夫かな。行きたいなと思います。さあ、港食堂へ到着しました。こんな時だけ早いな。富山に着きました。せーの、富山、富山、富山。はい、ということでね、富山に着きました。これアルプスっていう、何やったっけ、サウナやったっけ。スーパーアルプスっていうサウナね。富山で有名なサウナらしいんでね、まあ、サウナの僕からちょっと行かなあかんなということで、サウナはそんなこと言いながら1年ぶり以上なんですけども、行きたいなと思います。アルプスへようこそ。サウナはいかがでしたか。どうでした。じゃあ次はサウナ終わった後は、そう、シースでございます。2日連続のシースでございます。お酒踊ってはりましたけどもね、取れた時は嬉しそうでしたけど。どこですか。こちらですね、佐々木さん。はい、佐々木さんに行きたいなと思います。あとね、あ、まだだ、ストーリーで募集したじゃん。うん、俺言っといた。まだ言ってない。そんな言う時間もなかったから、時々ずしもあったし、うん、いいですよって。ありがとうございます、教えていただいて。はい、それではね、富山に行きました、次はチンチン電車に乗ってお寿司屋さんに行きたいなと思います。
遊郭富山。はい、それではですね、ナレーション私美男子がお送りしてます、こちら富山ですね、視聴者さんがちょっといたんかったということで、2人で行かせていただきました。お寿司屋さんね、相変わらず嫁は日本酒飲んでおりますが、非常に美味しい日本酒をいただいて、富山というと、AKB というらしいですね。エビ、ブリ、そしてカニというね、 AKB があるらしいので、富山に行った際はぜひぜひ皆さん楽しんでください。あ、ウニも食べちゃいましたということで、僕先っちょしか食べてません。以上。はい、ということでね、行ってきましたが、どうでしたか、梅澤さん。大好きなお寿司。美味しかったよな。その白身系とエビがうまいやな。ホタルイカも多かったし。美味しかった。その最初当ててくるじゃん。当てな。当て。うん。それがもう美味しすぎて。やばかった。やばかった。また日本酒調子乗って。真っ暗やんけ。調子乗って日本酒飲んでましたけど大丈夫ですか？目真っ赤やけど。目は真っ赤だけどでも大丈夫です。大丈夫ですか？うん、はい。それでは、富山ブラック行ってね、帰りたいなと思います。富山ブラック行きましょう。さあ、そろそろ。はい、おはようございます、北陸旅行が4日目かなぐらいになってるかなと思うんですけど、昨日見ていただきました。カラオケ行ってたでしょ。なんか今日も行くんやって言ってね、もう今日いかんって言ってるんだけど、今日も行きたい今日も行きたいって言ってますが、まずですね、4日目の朝何するかというと、ホテルチェックアウトして、もつ鍋屋さん、なんで富山やのにもつ鍋やねんっていう感じなんやけど、もうめっちゃ有名なとこがあるみたいですね。そこにどうしても行きたいっていうことに行きました。ほら、もう並んでるでしょ。あん中に嫁添いてるんやけどもね、なんか平日の昼間からもう並んでもつ鍋を食べるという習慣があるらしくて、行きたいなと思います。これも飯旅行になってるやないかい。石川県に到着したんですが、石川県に到着してまず何をするかというと、サウナに行きたいなと思います。サウナ2日連チャンですかね。幸せの湯行きたいなと思います。はい、金沢のホテルね、こんな日本庭園っぽいホテルにサウナ入った後来たんですけども、この後6時から、飲み会ということなんですが、現地点時刻が、5時47分。もう時間ないよということでね、急いで行きたいなと思います。なんということでしょう、エレベーターがこのように金箔なんですね。おしゃれなこと。僕の後ろに嫁いてますけどね、残念ながらちょっとはみ出てるわ、俺の横の。おい、嫁マジかよ。そうでしょ。ちょっとはみ出てる。 白やしな、よく見出す。そうで、行きましょう。本日のご飯どころ、木の屋さんでございます。行きましょう。はい、ということでね、エンディング撮りたいなと思いますが、はい、いつもこんな感じだね。そうなんだ、こっちの間でこのやっぱり感じたんだ。うん、いっぱい飲みましたね、ということで、石川編はね、以上です。ほんまは実は、音島さんとこなんて言うんだっけ、スカンダや、スカンダにね、ルイスレザーできましたよって言いたかったんやけども、だいぶ前や、やけどもう、今日閉まってんねんな。そう、水曜日休みだったね。うん、だから残念やったから、まあ今日は無理やねんけども、また明日福井行くからね。では次、北陸旅行5日目にお会いしましょう。ではさよなら。おはようございます。金沢のなんていうホテル、これ大和なんとか雅やな。大和ロレネってホテル、金沢雅、その雅じゃない方もあったから、雅の方が当たりですので、もしよければね、お近くの方が来てくださいということで、僕ら今から市場に行きたいなと思います。市場やれそう。うん、甘っ、すごいな。うん、エビ食べたら、うまいよ。めっちゃおいしい、シャキシャキ。うん、来たー。ありがとうございます。でこっ、これで1000円なの。落ちるぞ落ちるぞ。どう、うまっ、うん、のと三種盛り、
本日の宿到着、ホテルなんかあけぼのって書いてるとこ、これ前も泊まったことあるんですけど、嫁蔵気づかずに撮ってたらしいです。そして日本一周の荷物はこちら、この通り、着替えが山ほどあって、来た後の服こんな感じね。でここには、お土産たちがいっぱい入ってます。どんなお土産が入ってるかと申しますとですね、ズドーンとこんな感じで買ったものが出てきております。そしてこれはちゃんと冷蔵庫に入ってるのでね、バッテリーつないでこれキャンプ用として冷蔵庫にしてて、でこの辺は視聴者さんにいただいたやつですね、会った時にいただいたりらしいです。はい、それでは、ただいまの時刻が、5時30分ぐらいかなと思うんですけども、そろそろね、視聴者さんにお会いしに行きたいなと思います。6時からね店で撮ってもらってるので。そして嫁蔵はね、友達に会いに行きました。なんか福井に住んでる友達がおるから言うてね、なんか会ってくるわ言うて、その後7時半からね晩飯合流しようっていうことなんで、今6時から会って1時間半お話しさせてもらって、7時半からね嫁の大好きな居酒屋あるんですよ。どこっていうと忍者っていうね、普通の居酒屋やねんけども、めちゃくちゃ鉄火巻きうまいんですよ。そこ行きたいって言ってね、行こうかなと思います。はじめまして。はじめまして、すいません、もう初回の頃から見てました。ありがとうございます。あのパンツ企画の、うんうんうん、あの赤いやつ、はい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 、僕は今日着てきたんです。あ、そうなんや。ちょっとそれでも見せるな、ちょっと、あ、そうですね、ちょっとね、ちょっとあの、うん、苦手なんですけど、担当さんになんかいろいろね聞かなあかんと思って、うん、僕もなんかちょっと人生変えてみたくて、すごいな。確かブログやってとかいう話して、うん、向いてなかったですけどね。いやでも全然、まあ、やってみようと思って、うん、はい、はい、ということでね、めちゃくちゃいい人に、お会いさせていただきました。ほんまにね、話させてもらってても、なんか伝えたいことがいっぱいあるし、聞いていただけることもいっぱいあってね、本当に楽しい時間で良かったなと思います。今からは嫁が忍者に行きたいって言ってるんでね、嫁と合流したいなと思います。迎えようと思います。行きます。さて来ました、忍者です。頼みました。一応、お父さんの忍者は、はい、まあ、あ、じゃあ、おいでよ。来ました、このために来たの、天下天下、これがうまいですよね。では食べてください。久々の、1年ぶりの忍者。2020年の11月の天下。あ、あるある、あ、すみません、ありがとうございます。あの、わかるで、はい、ということでね、ホテルに帰ってきました。上野さんどうでしたか、友達と会って。あ、めっちゃ楽しかった。よかったですね。忍者も行きましたね。はい、忍者どうでしたか。美味しかった。美味しかったですね。今日はこれで終わりたいなと思います。はい、では明日帰るだけです。 See you again。 それでは本日の昼食、ヨーロッパ圏丸岡分店に到着です。せーの、でかー、その年のご年のもいっぱい食べれたな。いいね、香りつけ、香りつけ、はい、それではね、最後エンディングしたいなと思いますが、非常に楽しいね、北陸5日間、5泊6日の旅やったと思うんですけども、夢田さんはどうでしたか。めっちゃ楽しかったです。楽しかったですよね。うん、結構ボリューミーで、いろんな視聴者さんとも会ったし、美味しい食べ物も食べたし、良かったかなと思うんですけど、実はこの2人でのその裏話的な、その動画ではこれでは出せれないところって結構いっぱいあって、それをね、また別ラジオで作っております。はい、それはまた2人で喋って、くっ喋って、酒飲みながらでも喋ろうかなと思って、あそこあれあったよねとかね。俺あんのがね、君の妖怪の顔して、エビの味噌吸ってるところの話とかもあったりすんねんか。そういう話も、妖怪になってた話とかもしなあかんねんけど、動画には収まってないから、そういう市場行ったやん。市場でエビ吸ってた時の顔がもう妖怪やったやんか。
あの話がもあるからさ、うん、でそれはまた動画説明欄に貼っとくか、うん、YouTube アップしてるかちょっとどうしか分からんねんけども、うん、またそれもねあると思うので楽しみで見ていただければね、うん、いいかなと思うし、僕らにとってもその振り返りのタイミングになりますので、うん、まあ、今日この辺でね終わりたいなと思います。ということでね、今回は5泊6日北陸旅行の旅ということになっておりました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。